2016年1月14日、中国版ツイッター、ウェイボーで、日本のポテトチップス工場について紹介する投稿があった。日本のポテトチップス工場では、衛生管理に気を配り、製造過程はオートメーション化されており、揚げたポテトチップスの割れを防ぐため、揺らしながら移動させている。これについて、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。さすが、日本の製造は、世界トップクラスだけのことはある。清潔で自動化されている日本が、とても羨ましい。日本製品をボイコットする理由などないが。だから、日本のポテトチップスは美味しいんだな。日本のポテトチップス製造工場はすごく綺麗なんだな。一番知りたいのは、日本ではなく中国のポテトチップス製造過程なのだが。これは、日本の工場の話な。中国のポテトチップス製造工程はどんなだろう。これこそ真のポテトチップスだ。俺が食べるのは、いつもポテトチップスの粉だ。どうして輸入食品が売れるか、よくわかったよ。